こんばんは、ミッドナイトズズです。ずっと待っていたコルグ NTS2 が先日やっと発売されました。発売後数時間で完売続出という人気ぶり。こちらの NTS2 オシロスコープキットアッチ&ツイーク with コルグは自分で組み立てる多機能キット、オシロスコープ、ウェーブジェネレーター、スペクトラムアナライザー、チューナーなどを搭載したシンセ&モジュラーユーザー必見の製品。仕様はこちらの通りで、USB バス電源か単42本の駆動。早速開封&組み立てしていきます。本体にはアッチ&ツイークのガイドブックが付属。大きくて分厚い。そしてめっちゃ英語。今年1年かけて読んでいきたいですね。コルグ NTS2 は組み立てといえどもハンダ付けも行わない簡単な DIY になります。なので部品もさほど細かくはありません。部品はこちらで以上になります。組み立てに入りたいと思います。組み立ては約5工程あります。ステップ1は部品をばらしていきます。ステップ2ではサイドパネル周りを組み立てていきます。
ステップ3で基盤周りを接続していきます。ステップ4で前後のパネルをつけていきます。これで本体の組み立てが完了です。作りはとてもしっかりしていて、シンプルで可愛くスタイリッシュです。ステップ5ではお好みでサイドボードをつけていきます。この付属のサイドボードに対しての説明があまりなく、試行錯誤した結果、特に細かい部品を取り付けなくても普通にネジでつけることができました。クリアパネルだとこのような雰囲気になります。自作で木製のサイドボードを作るのもいい感じそうです。シンプルな作りでめちゃくちゃ可愛いです。手のひらサイズでとても軽く扱いやすそう。電源ボタンは左上にあります。ディスプレイは 2.8 インチ RGB LCD で、とても発光が良く見やすいです。明度も調整することができます。操作もとても簡単で、オシロスコープ、ウェーブジェネレーター、スペクトラムアナライザー、チューナーとワンボタンで切り替えることができます。細かい設定もボタンで変更することができるので、かなりいじるのが楽しみです。早速つなげてみたいと思います。
ちゃんと波形が出ました。ちょっと分かりづらかったので JDXI で試してみます。このように波形で音の形が分かるととても勉強になります。インプット端子2ちゃんの合計4系統表示できるのでアナログシンセを増やしたくなりますね。いかがでしたでしょうか。見た目もさることながら使い勝手も抜群です。これからアナログシンセを増やしていきたいですね。ご視聴ありがとうございました。